お尻は危ない。どういうこと？今君普通にちょっと変なことコメントしたでしょ。拾っちゃったじゃん。いいけど拾っちゃったじゃん。ちょっと。やめてよ、ちょっと恥ずかしいじゃん。やだ。声に出してから気づいたわ。ちょっと僕そういうの拾いがち。ちょ、目に入っちゃうのかな。なんでだろう。あれかな、思春期かもしんない。思春期かもしれない。僕ちょっとそういうのにもしかしたらちょっと気になっちゃうところかもしれない。いや、そう、成長期だし思春期だからさ、そういうことかもしれないわ。だって気になっちゃうしさ、ちょっとさ、あの昔の話、昔というかさ、僕思春期の話をするとさ、あるじゃん、ちょっとさ、ちょっとえな漫画あるじゃん。ちょっとえな漫画、女の子の胸がさ、ちょっといい感じにね、いい感じに出ちゃうような、あるじゃん。僕さ、僕そういう漫画をさ、特に何も思わず母親にこれ買ってって言ってたんだよね。ネットで、ネットでこれ欲しいからこれ一緒に買ってって言ってたんだよね。そう、なんか当時は母親に何も言われなかったんだけど、この間、この間ね、会った時にふとね言われたの。そういえばって会ったって、喋った時か、なんかそういう漫画の話をした時に言われたんだけど、いや、ほんとね、やめてほしかったって。なんか購入するから検索とかしたりさ、おすすめに出てきたりするわけさ、出てくるわけですよ。だから母親のおすすめに変な漫画が出てくるんだって。いや、ほんとあの時期さ、変な漫画がさ、めちゃくちゃ出てきてさ、いや、ほんと、いや、どうしたもんかと思ったよって。いや、すごいよね。すごいよね。だからなんか、しかもそういう漫画買ってもさ、隠してなかったわけ。まあ、母親に頼んで買ってるから隠すわけないんだけどさ。なんかもう当たり前のように部屋に漫画の棚があったんだよね。当たり前のように置いてたの。もう何十巻とあるから。まあでも絵って言ってもあれね、ジャンプ系、ジャンプ系の絵、ジャンプ系ね。あ、そう、ちなみにね、あのトラブルダークネスだっけ、はね、持ってたわ。持ってたわ。持ってたね。それも当たり前のように漫画買ってくるわって買ってたかな。いや、でもね、それがあってさ、僕ずっとさ、母親にさ、あの、ま、直接的に言うよ、本当に言われてた、言われてた言い方で言うから、あの、聞きたくない人は聞かないでほしいんだけど、僕ね、おっぱいマンって言われてた。いや、ダークネス可愛くて、初期はちゃんと知らなくて、先にそっちを買っちゃったんだけど。じゃ、こういうのね、聞きたくない人もいるからあれなんだけどさ、あれなんだけどさ、言われてたんだよ。で、胸はさ、見ちゃうよね。い
いよね。いや、どういう大きさでもいいと思うんだけど、いやちょっと気になっちゃうよね。やっぱさ、思春期だから、年中思春期なわけですよ。僕生まれてこの方思春期なわけだよ。いや困っちゃうね。あれね、他のひよころメンバーではやめときなよ。本当に嫌な子はいるからさ。おい、ないものねだりって言うな。見えてないでしょ、今。今見えてないでしょ。あるかもよ。ボインボインかもしれないよ。あー。あー。あー。